こんにちは。私たちノルカル東京とノルウェーから来日したウルフ・アルネ・ヨハネッセンのステージにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。私たちは北欧のとっても自然の豊かな国ノルウェーの民族舞踊そして民族音楽を演奏しています。今モーテンが演奏しているのはセリエフルートという笛です。この笛よく見ると指を押さえるための穴が開いていないですが皆様ご覧いただけますでしょうか。ノルウェーの長い長い冬の終わりに出てくる柳の樹皮を使って作られる春の楽器です。
けれども、これとっても珍しいアコーディオンで、あ、ちょっと見せてもらう、通じなかったみたいですあのボタンアコーディオンなんですけれども、1列だけなんですよ、2列じゃなくて。そういう楽器がノルウェーに伝統的にあります。次に私が演奏するこの楽器もノルウェーの南西部に伝統的な楽器です。ハーディングフェーレと言われている楽器で、バイオリンととてもよく似ているのですが、下に共鳴弦が張ってある、あとここにライオンが住んでたりとか、ドラデンが埋め込んであったりとか、そういう特徴のある楽器です。Thank you.
メンバー紹介
紹介をいたします。ノルカル東京からモーテンバテン酒井恵美、そしてウルファルネ・ヨハネッセンは本当はすごいダンサーでですね、ノルウェーのコンペティションで何度も優勝しているダンサーなんです。今日のためにこのステージのために来日してくれました、ウルファルネ・ヨハネッセン。私たちが今日演奏した楽器や踊りについての説明は私たちノルカル東京のホームページにいろいろ私頑張って今朝書いてきました。なのでもしよろしければノルカル東京で検索してください。2つ目です。私たちノルカル東京の CD がそこの新生堂さんで売っています。ラホルジュルネ限定価格の2,000円、破格ですので、もしよろしければ彼の旅費のためにもぜひよろしくお願いします。